二宮小学校に植えられていたヒノキ。何これ珍百景に紹介されって書いてます。すごっ、これ立派ですね。今時なんかこういうのも珍しくなってきましたね、この痴漢注意っていう。鷹野神社、高野神社かな、どっちかちょっとあれですけども、指定文化財。ちょっとね気になったのでやってきました。津山だんじり展示館。温故知新。このね大きいいうか、まあこの道の先に踏切があって、でその さらに先にあの立派な屋敷があるんですよね。なんかすごい気になったのでちょっと行ってみます。一瞬踏み切り、一瞬駅かなと思ったんですけど、もうここのためのあれですね。これなんか有名な屋敷らしいです。立派な木だ。先ほどの神社戻ってきました。でこの神社をの先にまだご紹介したいものがあるので行ってみます。
神社越えました。こっちが出雲街道ですね。もう大昔なんですけども、まあ、農民となんか一揆がねあったんですけど、まあ、そこで処刑されたということで、まあ、この川原かなだとは思うんですけども、まあ、その追悼の意を込めての首なし地蔵と聞いてます、まあ、ここ以外にもね似たようなのがこの川沿いにで行われたみたいな感じですね。このまだ先にカモとかそういうちょっと上の方ですね、寒原神社とかあの辺でも同じようなことが起きたということで、いうわけで今日はこんな感じでお届けしました。途中でねあの列車の先、あ、線路の先に家があるんですけど、まあ、なんか定期的になんか、定期的というかなんかイベントみたいなことでの時になんか入れるみたいな感じです。ちょっとね、なんか気になる歴史的な、まあ、エリアだったなんですけども、ぜひあの、この神社見かけて行ってみてください。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。